と Z 被害者のタイトルありますね。動いた動いた、カリスマ Z 動いたよ。見送り来てるすげえな。ネットワークビジネスのトップってこんなとこに泊まれるんだ。カリスマ Z ってグランドハイアットいるんじゃないの。電車だ、絶対電車。一人は荷物とかに書いてある。いや、見送り？大名行列だ。すっごい説明したんじゃん。何の説明してるの？今日こうやって買ったみたいなことか。スカーフ巻いてるの？次何、グランドハイアットで交渉があるの？何これ、すげえな。ネットワークビジネスのトップってこんなとこに泊まれるんだ。何か住んでんの？何なんだ。行けるところに行くしかないな。いや、ちゃんと結構守ってるな。うん、いや、すごい状況ですね。いや、あれあれですよね。だからカリスマ Z が交渉成立したっつって、うん、あの2人が帰ったら、うん、周り 3,4 人いたのは一般の客さんだって桜だったと。そう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 。だから研修じゃないですけど、うん、そのカリスマの Z の交渉術勉強してたみたいな、うん、俺もめちゃくちゃ怖くて、すごい、めちゃくちゃビビったんですよ。ねえねえ、かなと思った。危なかった。そうですよね。カリスマ Z ってグランドハイアットいるんじゃないですか。エスカレーターをご利用の際はベルトの下も黄色い線の内側もお越しください。お車の際は線路の中央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 線どこ行くの？え、グランドハイアットに泊まってるとか住んでるとかじゃないんですか？ここも違うの？だってさっきグランドハイアットがどうなのとか言ってたじゃないですか。あ、はあはあ、だってもうこっち抜けてきてんじゃないですか。いや、なんかまあ次のアパートがあるんだよな。え？
ふわふわしてる。そうだよ。いやいや、打ち合わせだったらじゃあグランドハイアットって言わないんじゃないですか。あ、そう、うん、なんか用事があるんじゃない、買い物とかしたの。いやでもすごかった今ちょっと。どんな感じだったんですか。はい、取れてないけど、はい、なんか盛り上げてたよ、その周りに。周りもめっちゃみんな見てたましたもんね。そうなんか全然、まあさすがに今思えば関係ないだろうなって人もちょっとなんか話気になったもん。へー、3人4人ぐらいは。ああ、うまかったね、喋り方は。あ、そうなんですか。なんか人のこう心をこうまくし立てるというか、気をつけるみたいなね。なんかすごっ、そんな感じなんだ。ハンコを押しなよみたいな感じ、ね。ああ、あら。歩くの早いな。これは駅の方に。いやこれ電車じゃないですか。はい、あ。スカーフの取っとかね。なに全然わかんないねえ、はあ、動きがわからん。してるね、そうですね。でもスカーフ取ったってことはオフなんですかね。ね、うん、電車だ、絶対電車。ロイド線乗るじゃないですか、これ。いやもうついて思い出したな。なんだろうね。